パリ五輪陸上競技8月1日11日フランス・パリ9日目パリ五輪陸上競技9日目のイブニングセッションが行われ女子1万メートルはベアトリス・チェベトケニアが30分43秒25で制し5000メートルとの2冠に輝いたこの組み合わせでの2冠は8年北京大会のティルネス・リババー エチオピア、前回大会のシファン・ハッサン、オランダ、に続く史上3人目の快挙だ。五輪、陸上競技、8月1日、11日、フランス・パリ、9日目。パリ五輪、陸上競技9日目のイブニングセッションが行われ、女子1万メートルはベアトリス・チェベとケニア、が30分43秒25で制し、5000メートルとの2冠に輝いた。 この組み合わせでの2冠は8年北京大会のティルネス・リババー、エチオピア、前回大会のシファン・ハッサン、オランダに続く史上3人目の快挙だ。動画、手に汗握るスパート合戦、女子1万メートルのラストをチェック、序盤はスローペースから5通りの資生堂が引っ張る展開。5000メートルを15分38秒4で通過したあたりから徐々にレースが動き始めたが、 誰からが大きくレースを動かすことはしない。その中で、チェベトは常に先頭のすぐ近くの位置をキープし続けた。細かい揺さぶりがつ